ようなら。この動画はうぷ主が科学に関する話題で、思わず絶望した、と口走ってしまったり、心で思ってしまったエピソードを紹介するコーナーです。ちなみにうぷ主が最近絶望したことは、1時間ほどドライブして車のアクセルを踏んだり離したりしていたら、普段が運動不足すぎて足が筋肉痛になったことです。それでは紹介していきましょう。絶望した。美白してたらいつの間に睡眠中毒になっていて絶望した。2019年にカリフォルニア州の47歳の女性が、感覚の異常や腕に力が入らなくなるなどの症状で病院を受診したけど、2週間後には症状が急激に悪化して意識障害に見舞われ、緊急入院することになったよ。血液検査と尿検査で正常な値をはるかに上回る濃度の水銀が検出され、女性の症状は水銀中毒によるものだと分かったんだけど、調査の結果、この水銀は女性が数年にわたり使用していた美白クリームに由来することが分かったよ。確かに白合光アミノ塩化第二水銀はメラニン色素を漂白する効果があるから、一般的に化粧品に使われていた時期はあったけど、当然今では規制されているし、さらに問題だったのはなぜか無機系水銀化合物よりも一般的に毒性の高い、有機水銀化合物であるヨウ化メチル水銀が含まれている可能性も分析結果から示されたことだよ。世界的に見るとまだまだこういう安全性を軽視した製品の流通は多いから、海外の化粧品などを買うときは注意しましょう。では続きまして。絶望した。スモッグが恐ろしすぎて絶望した。公害と言った時にスモッグを真っ先に思いつく人はあまり多くないかもしれないけど、スモッグは社会問題化した当初は対策もほとんどなかったから甚大な被害を出すことも多々あったよ。特に有名な1952年のロンドン、スモッグ事件では、高齢者を中心に呼吸器疾患などで4000人以上の死者を出しているよ。この時に街を覆った霧は暖房や工場で使用された石炭の燃焼によって生じた二酸化硫黄が、大量に溶け込んだことにより pH が2付近まで下がっていたと言われていて、つまり街を覆う霧が胃酸やレモン汁と同程度の強酸であったと言えるよ。そんな霧が街を覆っていた期間はなんと4日間、しかも霧が建物の中にも入ってきたというのだから、まさに地獄だったと思うよ。ちなみにイギリスではその後1956年に空気浄化法を制定して、スモッグの発生を防ぐために特定地域での石炭の使用を禁止したよ。では続きまして。絶望した。有機溶剤を使うと馬尿酸量を検査されて絶望した。馬尿酸はペプチド結合を持つ有機酸で、名前の示す通り馬などの草食動物の尿から発見された化合物だよ。有機合成で合成する手法も複数知られているけど、実際に馬の尿から単離する手法も論文で紹介されていたりするよ。で、仕事や研究で有機溶剤を使用している人は有機溶剤健康診断を半年に1回受診することが、法律で義務付けられているけど、その検査項目に尿中の馬尿酸の濃度があるよ。なんでそんなもんが人の尿に入ってるんだよって思うかもしれないけど、実は人体がトルエンを取り込んだ場合、それは代謝されて最終的に馬尿酸となり、尿から排泄されることが知られていて、つまり尿中の馬尿酸の量を測定すれば、健康に害のあるレベルでトルエン蒸気を吸い込んだりしていないか、みたいなことがわかるよ。ちなみにトルエンを数波している人もこれでバレます。では続きまして。絶望した。鈴鹿動物の研究の英語発表が下ネタみたいになっていて絶望した。鈴は金属としては青銅やハンダといった合金、ブリキのメッキとしての用途が有名で、有機鈴化合物としてはトリブチル鈴や酸化トリブチル鈴が、剪定や漁網に海洋生物が付着するのを防ぐための塗料に使用されていたりしたけど、人体や水生生物に対する毒性が問題になるにつれてあまり使われなくなっているよ。ただ、鈴化合物の独特な構造と性質は興味深く、また、同じ14族元素である炭素やケイ素の化合物との比較などの観点から一部の研究者の注目を浴びているよ。で、それは全然結構なことなんだけど、最近日本国内の学会であってもグローバル化の影響で英語講演をする人が増えていて、その際、鈴は英語でちんと発音するから、鈴鈴結合は点点ボンドとなるよ。例えば、この反応で鈴鈴結合が形成されます、と言いたい場合は、Tin-tin bond is formed by this reaction. となるよ。これに関して発表者は全く悪くないです。横島な心を持つうぷ主が全て悪いです。以上、科
額の〇〇に絶望した、でした。続く。